ナミさん、おはようございます。お疲れ様でございます。動画の方ありがとうございます。私もね、カメラ使ってるの一緒ですね。クールピックス S6900 でしょ、これ同じですよ、同じ。それから Vlog カメラね、こちらの方もソニーのやつで、私としては10万円のデジカメということで、コンデジということでね、結構張り込んだんですけども、でも結果買ってよかったなと思っております。今までもね、デジカメっていうのはKISS シリーズを中心に結構たくさん持っているんですけども、カメラ転売のこともありましたんでね、自分の気に入ったカメラとレンズだけは残したまんま、まあ未だに使ってないなってところがありますよね。そもそもカメラを使う機会って本当に減って、このスマホで十分なんでね、いや時代は進むんですよね、うん、ということでデジカメの方はどうしようかなってところですね。本当にね、使うことがなくなっちゃって充電すらもうしてないですね。で、S6900 も、たまに使うかなと思ったんですけども、すっかりとね、倉庫に入れちゃいました。で、最近はね、こうやってウェブカメラも買い替えたんですよ。これは今まで使ってた古いやつで、ナイロンもまだ撮ってないことに今気づいたんですけどもね、このナイロン、これせっかくだから視聴者プレゼントしようかなと思ってます。ということでね、いろいろとそのカメラって高級品だったと思ったんですけども、こんなポン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 買えるようになっちゃってね、本当に時代の流れってのはすごいなと思います。それからナミさんは整体をされているということなんで、私にはね、逆立ちしてもできないようなことですけども、まあ、それぞれの持ち味があるんだろうなと思いました。私はビジネスっていうのはお金稼ぎが終わっちゃったら、もう本当にビジネスそのものには興味がなくなっちゃって、やる気もなくなっちゃったところなんですけども、でも染みついた部分があるんでね、やっぱり普通に行動しててもどっかでプレゼンは入ってきますし、セールスはありますし、ネタ提供もしてるんで収入にはなったりするんですけども、今はすっかり投資家になりましたね。山口優さんの動画教材を買って電子書籍ってものを覚えましたけども、それから本当に時代は進んで、当時のね、iBook ストアかなんかありましたよね、あれが使えなくなって、今ではもうすっかり Kindle のもうブームになっちゃって、あれほどね苦労して電子書籍ってものをコンバーションしたと思いますけども、今では誰でも簡単にポンポンポンとできるようになっちゃってね、まあ、それこそ電子書籍はもう今はなかなかね、集客媒体としても、物にならなくなっちゃったと。逆に作るのが困難なリアルなね、紙の本っていうのの方が価値がなんか高まったような気もするんですけど、不思議なもんですよね。さあ、それでね、今回ナミさん本当お疲れ様でございましたんで、そろそろ終わっていこうと思いますけども、寒さが本当に深くなってきました。新潟は広島よりも先に冬が来ると思いますので、お体を大切にしてください。まあ深夜に及ぶ業務ですんでね、体を壊しやすくなると思いますし、まあ、インターネットの状況も多分私のところに比べて不安定なことが多いと思いますので、その辺もね、いろいろとハンデがあると思いますが、いろいろとこの万難を排してっていうことがありますけどもね、お互い目的のためにちょっと一緒に頑張っていける部分は協力していきましょうということでございますね。懐かしいですね、時間が経つのね。暗号通貨もね、私も本当たまたまだったんで、もう毎年ね、ステーキングの部分だけはちょっとキャッシュアウトしていって課税してもらおうかなと思ってますね。そうするのが一番なんかいいかなと思うんですよ。やっぱ税金の問題とかやってついてもありますんで、その年その年の時価でステーキングは利確してもいいのかなと思いますね。ということでございました。私もちょっと眠くなってきましたけども、今日は大和くんを送り出した後、三味線民謡の稽古があって、それから家事をしてって感じですかね、はい、すっかりとこの暮らしも私もね、板についてきました。なんかね、趣味を持ってもいいのかなと思うんですけども、車を3台も買ったけども全く乗らず、何なんでしょうね、 何やってるんでしょうね。まあでもこうやって動画撮るのが一番楽しいかなということで、一番安上がりね、私でございました。ではいってらっしゃい。